スペイン語で引き金って。なぜか、インド起源。先ほど申し上げたようにフラメンコも原始バルバット、その話もしたいんですよ。フラメンコの方もいればなおですけども、バルバットっていうペルシャにあった弦楽器の元祖みたいな、チューンってこう減衰して、こう音が、フラメンコギターも弾きますからね、もちろん仕事で弾きますので、両方やってる。なかなかそんな人いる。で、そこで向こうでは伊達政宗がね、伊達政宗の話しちゃう。本当ちょっと後でじゃあ見せてみます。なかなか、でここにもラクダに乗った、宝物は削れてるけど、で私の大好きな聖武天皇は724年に即位、私はもうこれからそれをどんどんやっていきたい。で日本に帰ってきた時はっていう、もうこれは天命でしかない、別に宗教でも何でもない、勝手にやりますと思いますが、もうこれはもう完全な古代界の地声でまっすぐ出させていただきますが、今から今度弾きます楽琵琶の方に行きますけれども、命がけで最後の全部その四季折々に調弦も決まってたり、また方角が決まって、音程も高くなれば高くなるほど気が張る。王様になったつもりで聴いててください。とってもシンプルです。音楽というとっても音を、感じてください。あとこれは夏の調べになってます。夏の大式調の先、そうするとまあ今の常政とかがね、常政とか玄奘っていう、あと蝉丸っていう演目ありますけど、それもこの最後は自分の首かっきってでも、その覚悟で弾けと言われ、今鉄弦にしちゃった長弦が大変だから、今見てもらってでも これが本当の自然の天然素材で、1の2の糸、3の糸、4の糸、1,2,3,4,4 なんです。だから4弦なんです。いわゆるペルシャルーツのものは大体4弦だから5弦っていう、5弦のはっきりしない。ここまで伸びてるのを聞く人が、ゴルテはたきって言いますけど、はたく、もうすごいパーカッションですよね。風情というか効果音というか、そんなものがこれで、だからそう、自分でスペインと交易を結んで利益を上げて、その財源で立て直そうと。でルイス・ソテロがいたから、そばに未だに相談して、フェリーベ国王と今の天皇は1年おきに行ったり来たりしてる。それは徳川家康もね、El sonido de las campanas del templo de Dios。 工芸品としては素敵だけど、演奏用っていうのはやっぱ